クレマチスと麦を描きます。葉っぱ花びら6枚の図案を入れます。麦の図案を入れます。今回の麦は、よく売れた収穫前の麦ということで、黄土色と白またはアイボリーで描きます。まずクレマチスを描きます。白をたっぷり8号に含ませて、紫パープルと取ります。外側から少し筆を紙に押し付けるような感じで開きながら4枚花びらを入れます。今回は葉っぱが花にかかっていないので後で描きますが、普通は葉っぱから描きます。最後に手前の2枚の花びらを入れて、ちょっと手順が逆になりましたが葉っぱ入れましょう。次にライナー筆または2号筆に持ち替えて、黄土色と白またはアイボリーで麦の実を一つずつ入れていきます。丸っこくギュッと詰めた感じで描くとかっこいいです。真ん中になるべく細く、このように3回ぐらいに分けて入れても大丈夫です。外側のヒゲちゃんをたくさん入れて、葉っぱを上から下、下からでも入れますが上から入れて、ところどころ折れるように入れるとかっこがいいです。小さな葉っぱも加えて、クレマチスの花を仕上げます。ライナーに黒を少し取って、なるべく細くたくさんいろんな長さでいろんな方向におしべが入って、花粉をイエローで入れます。はい、出来上がり。